はい、こんにちは、たくまんです。今日はシーズン10ウィーク8バトルパスストームレーサーのチャレンジを完全攻略していきます。まずストームの中で体力を回復するからですね。はい、それではこのミッションはですね、まずストームが来るまでとにかくアイテムを集めてください。アイテムって言っても包帯とか医療キット、あとチャグジャグ、チャグスプラッシュ、スラップジュースとか焚き火もいいですね。これを集めてストームが来るのを待ちます。しばらくアイテム漁ってるとね、ストームが来ると思います。そしてこのストームでダメージを受けたら、ここで回復をしてください。今16ぐらいかな。うん、これでストームの中で回復クリアになります。でね、ちょっとねバナナを取って回復でも大丈夫か試したいなと思って。大丈夫ですね、バナナでもいけます。まあね、とにかく回復アイテムを集めてストームが来るのを待ってください。これで、すぐクリアできると思います。一つ注意しないといけないのが、シールドをストームの中で回復してもそれは意味がないですので、体力緑のバーを回復するアイテムを集めてください。じゃあ次のミッションに行きまーす。はい、では次のミッションはレースコースを一周完走するですね。レースコースはね、このジャンクジャンクションの右側のこの位置と、他にもハッピーハムレットの左側、モイスティーパームズの右上と3箇所あるんですけど、断然この位置がおすすめです。っていうのも他の2つの場所は乗り物が極端に少ないんですよね。このジャンクジャンクションの右側のこの位置のレース場では高確率でスノーボードがありますので、ここが一番クリアしやすいと思います。特に今みたいにチャレンジが始まったばっかりで人が多いと、こことかここね乗り物乗れない可能性が多いですので、この場所めっちゃおすすめです。はい、乗り物に乗ったらね、こうやって15秒からカウントダウンが始まりますので、このカウントダウンが0になってからスタートしてください。プッププッ、こんな感じですね。でしっかりとね、この青い表示の中を通らないとクリアにならないですので、こんな感じでちゃんとゆっくりで、全然ゆっくりでいいので、確実にこの輪っかの中をくぐっていってください。ブースト使うとね、曲がりづらいので、あんまりこんなブーストは使う必要ないかな。これをクリアするためだけだったら、ゆっくりゆっくりと道なりにしっかり輪っかの中をくぐって、こんな感じに行きます。するとね、これでゴールですのでクリアとなります。はい、それでは次のミッションに行きます。はい、次はストームフェーズを生き延びるですね。ストームフェーズを生き延びるっていうのは、ここのストームが青い線が白い線に重なった瞬間、この瞬間ですね、この瞬間に生き延びてれば、1増えます。次はここの、ストームがここに来た瞬間生き延びてれば、ストームフェーズを生き延びるが1ポイント増えるんですけど、ソロとかスクワットだったらね、死んだ瞬間終わりなんですけど、チームランブルだと1試合遊べば必ず2回か3回分は増えると思いますけど、ちょっとね、チームランブルストームが収縮する時間がめっちゃ遅いので、時間はかなりかかると思います。時間はかなりかかるけど、確実にクリアできます。ソロとかスクワットだとね、敵にやられた時点で終わりですので、結構難しくて難易度は上がるんですけど、1試合でね、1、2、3、4、5回ぐらい、まあ5回前後、その試合によってもちろん5回だったり6回だったり違うんですけど、1回の試合で5、6個クリアできますので、まあ、個人的にはね、ソロの方がおすすめなんですけど、ちょっと生き残る自信がない方はね、チームランブルでゆっくりとまったり遊びながらクリアしてもいいかもしれないです。はい、こういう風に青い線が白い線に重なる瞬間ですね。この瞬間に、はい、ストームフェーズを生き延びる1個クリアとなります。せっかくならビクロイしたいですね。ビクロイすればね、1回で6、7溜まるとは思うんですけど、これ真上いるね。うー、やべ、うわー、ロケラうまいなー。 OK、 そしたらストームフェーズを生き延びるあと3回ですね。3回分頑張ろうと思います。ソロでやってます。ソロアリーナですね。はい、これで8回目になります。強そう強そう強そう、この人絶対強い。
げよっと。逃げたと思わせて、やっぱり逃げる。あの人うまそうだったな。今はね、生き延びることが先決なので、ここの白い円まではなんとか死なないように頑張りたいです。 OK。 わー、なんかいる。やめてあ、でも戦ってる間に、戦ってる間に9回になってます。あと1回かな。あと1回、もうちょっと待とう。OK、あと4、3、2、1、0。これで、ストームフェーズを生き残る、クリアでーす。ついでにこのままビクロイ取りまーす。なんかいるやな。なんかそこいるね。いるよね、君。なんかいるよね。地味。まあでも最強の戦士リヴァイ兵長には負けましたけど、これでストームフェーズを生き残る10回分クリアです。じゃあ次のミッションに行きまーす。はい、では次のミッションはストームの目に入るです。ストームの目はですね、この円のアンチの中心のことですので、今回難しいのはこの辺かな。この辺に向かいます。この辺かな、この辺だと思うんですけど、あ、ここですね。ここが円の中心でした。なので、その試合によって、ストームの、このアンチの場所は違いますので、この動画と同じ場所っていうことにはならないですけど、この丸い円の一番ど真ん中に行ってくださいね。そうすると、ストームの目に入るクリアとなります。はい、次のミッションは、ポーラーピーク、火山、木の円がある丘の上に着地するです。これはもうそのままですね。ポーラーピークはポーラーピーク、この上にポーラーピークに降りてください。ポーラーピークに降りると、これで1つ目、はい、クリアとなります。はい、次は火山ですね。もう火山はそのままここです。プレッシャープラントが火山になっていますので、はい、ここに降りると火山クリアとなります。はい、それでは最後は木の円がある丘の上ですね。これがちょっと分かりづらくて、ティルテッドタウンの左上にある、ここですね。プレザントパークの下と覚えてもいいでしょう。ここです。この位置ですね。ここなんか丸くなってるのが分かります？黄色いのが。ここにありますので、あの場所ですね。ここに着地すると、はい、クリアとなります。はい、それでは次のミッションは、ソルティースプリングスの南西か、プレザントパークの東のタイムトライアルをクリアするです。プレザントパークよりね、ソルティースプリングスの南西の方が敵が少なそうなので、この街のすぐそばはね、敵が多いと思うので、今回こっち、ここですね、この場所になります。このトラックを目印にしてください。ソルティースプリングの左下、シフティーシャフトの右下、この丘の下、この辺りなんですけど、このね、トラックというかバスか、ごめんなさい。このバスを目印にすると分かりやすいと思います。このバスの横に、ここにタイムトライアルのマークがありますので、
押すとこれをどんどん取ってくれってなりますので、これとにかく急いでね、ダッシュで行ってください。ジャンプ、ここでジャンプしましょう。そい、よいしょよいしょ、これでクリアでーす。結構時間余裕あったかな。あの時計のマークがね12時のところになる前に全ての、ストップウォッチのマークを取ればクリアとなります。はい、そしたら次のミッションに行きまーす。はい、では最後のミッションですね。複数の望遠鏡でダンスするですね。3箇所でダンスしないといけないです。別にね1回のマッチでクリアする必要はないんですけど、簡単に1回のマッチでクリアする方法をお伝えします。まず一つ目は、この望遠鏡ですね。この望遠鏡は、ポーラーピークの右下、この位置になります。ここですね。ここの望遠鏡で、まず、ダンスをします。この望遠鏡のすぐ横にジップラインがありますので、ここからジップライン、ここの望遠鏡の横のジップラインに乗って、すぐね、次の望遠鏡へ向かうことができるので、今の場所、本当おすすめです。ここの場所ですね。このジップラインを降りて、この丘の上、ここにあります。これでね、一つ目から二つ目にすぐ行くことができますので、かなり早く行くことができます。はい、これでもう二つ目ですね。場所は、ここです。この、ハッピーハムレットの右上。ダンスホールの左側、この場所でーす。この望遠鏡の前でダンスしたら、ここですね、このジップライン、すぐ横にあるジップラインにまた乗ってください。このジップライン使うとね、ほんとすぐ行けるようになりますので、ジップラインを降りてこの場所になりますので、このまま川を渡ってください。よいしょ、こっちの方に行きます。あの丘の上にありますね。ここの丘の上ですね。さっきの場所からすぐ近くにまたありますので、この3箇所はね、ほんとすぐ、近くに3つあって、なおかつジップラインを使うとさらに早くクリアすることができますので、めっちゃおすすめの場所となっております。はい、これでストームレーサー完全攻略となります。これでね、バックアクセサリーのゲームプランっていう、このかっこいいというかゲームボーイ知ってるかな、みんな。ゲームボーイみたいなね、バックアクセサリーを手に入れることができました。ちょっとね、今自分が使ってるこのスキンにはあまり似合わないんですけど、シーズン10のねバトルパスで手に入るロボットとか悪役系のスキンにはね似合うと思いますので、皆さん頑張ってチャレンジしてみてください。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。